それではお時間となりましたので始めさせていただきます。本日はオープンサイト5パート1のオープニングトークにご来場いただき誠にありがとうございます。本日の進行を務めます東京アーツ&スペースの大島です。よろしくお願いいたします。オープンサイトはあらゆる表現活動が集まるプラットフォームの構築を目指し、2016年より始まった企画公募のプログラムです。今年度は国内外から161企画の応募があり、書類審査と面接を経て9企画を選出しました。東京アーツ&スペース推奨プログラム合わせた合計10企画を来年の2月まで実施してまいります。本日は展示部門にて選出されました大岩祐介さん、権平千尋さんと森岡美希さんによるトークを行います。なお本展覧会はオリンピック・パラリンピックの開催都市東京が実施する文化の祭典東京東京フェスティバルの一つとして実施しております。本展覧会を多くの方にご覧いただき、東京を文化の面から盛り上げていきたいと考えております。それでは初めに東京アーツ&スペースプログラムディレクターの近藤由紀より皆様にご挨拶申し上げます。統括の近藤と申します。本日オープニングトークにご参加いただきありがとうございます。オープンサイトなんですけれども、今回このオープニングトークは企画部門の展覧会のオープンのに合わせたトークになっています。で、5回目になりますが、この前にですね、実は、同じようなフレームでアーティスト、それからインディペンデントキュレーター、さまざまな企画をされる方たちが展覧会を企画して、それを公募して、発表の機会を、提供するというプログラムは10年ぐらいこのオープンサイトの前にもやっていたんですが、ほぼ同じような内容なんですけども、その企画公募という名前とこの現在のオープンサイトの展覧会企画の方たちがつながっているところがあります。というのは、アーティストあるいは、キュレーター問わず、それぞれの作品に対して、ある種キュレーションをされているというか、自分である程度のものをまとめ、それを分析し、そして形として表現して人にこう伝えるというその強さが強い作品が、この企画公募展覧会に選ばれることがとても多いプログラムになっています。で、今日これからお二方に二組の企画の方たちにお話を伺いますけれども、おそらくそういったところが感じられるかと思いますので、ぜひゆっくりと聞いていただければと思います。で、オープンサイトは2期にわたっていまして、次の企画が1月9日から、それから2月までにわたって展覧会企画だけではなくて、パフォーマンスだったりとか、それからシンポジウムなどをやるドットという小さいプログラムもあります。ぜひ何遍も足を運んでお楽しみいただければと思います。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、本日お越しいただきましたゲストをご紹介いたします。オープンサイト公募プログラム審査員であり、 NTT インターコミュニケーションセンター主任学芸員の畑中実さんです。よろしくお願いいたします。本日はこちらの会場でのトークのほかにオンライン配信も行っております。それでは最初に大岩祐介さんの企画バカンスについて、大岩さんより展示のコンセプトや背景についてお話しください。よろしくお願いいたします。入ってますかね。大岩と言います。都内で作家をしております。今回は、大きなインスタレーション作品を、展示しております。タイトルはバカンスといって、フランス語で休暇とか楽しい夏休みみたいなニュアンスですね。英語で言うとバケーションだったりします。あとはバキュームカーのバキュームだったり、ともかく真空だったり何にもないみたいな意味で、バカンスも予定がないから休みみたいな意味があると思うんですけど、そんな感じでバカンスとつけています。で、どういう展示かというと、具体的なところを話すと、ホテルの一室を模した展示です。ホテルというかクルーズ船の客室ですね。バカンスだとクルーズ船とかいつかは乗ってみたいもんですけど、その中で、漫才が流れてます。漫才です。日本の2人組のコメディアンがこうマイクと左右で話す漫才が、この模したクルーズ船の客室の内外で流れています。
で、どういう漫才かというと、こうコント漫才なんですね。あの2人組のうち片方が最近あの桃源郷っていうのに悩まされてるよって言うんですよ。で、桃源郷って何って言って、でそれは盗聴器の逆だと。盗聴器、あの壁越しに聞いたり盗み聞きするやつの逆だって言うんですね。だから桃源郷って壁越しに話しかけてくるんだっていうところから、こう話がこう漫才がどんどん展開していくっていう内容になってます。で、このオープンサイト企画の募集が3月にあって、その頃一番まずコロナの第一波が来た頃に考えた企画でした。本当に外にあんまり出れなくなった時に何を作ろうかなと思って、で僕の頭に浮かんだのがあのノイズだったんですね。で、それはどういうことかっていうと、コロナで外に出れなくなって自分の部屋とか限られた空間に閉じ込められてしまっている、で2メートル以上近づくなとか言われたり、席を開けろとか言われたり、あんまりここにいるなとか言われたり、こう自分のいるべき空間っていうのがどんどん限られているときに、じゃあ何を聞いているんだろうっていうのがテーマにありました。それは、例えば家に閉じこもっていると、ニュースで毎日毎日小池都知事が何人だとか、こうその頃安倍首相でしたけど何人がどうなって緊急事態宣言がどうだとか、そういう話がされていました。緊急事態宣言の宣言もステートメントで、こうアーティストが何か言うステートメントにも似てますけれど、そういう意味でこう誰が誰にどういう声を届けるのか、誰の声を聞いてしまうのかっていうのが今回すごく、特に3月に企画したっていう点では僕の頭の中にはありました。で、それをどうにかこう先にできないかなと思って、で今回こうノイズのインスタレーションっていうのがすごく抽象的な僕の中にはあります。こう漫才で言うと相手のボケっていうのに何とか対応しなきゃいけないっていう意味では、相手のボケってこうノイズなんですよね。ノイズだからうわってなって相手にこう何とか答えていくとか、あるいはそのテーマになっている、あモチーフになっている桃源郷っていうのもどこからが聞こえるノイズだったりとか、あとはこう海なので潮騒が聞こえるわけですよね。あの舞台が海なんですよ、クルーズ船なの で舞台の海のこう潮騒も確かノイズの語源だったりして、遠くから聞こえるノイジーなものっていう意味では、なんかそういうところから来てるかなと思います。それをこう空間漫才で模している選出とか、そういうので組み合わせて作れたらと思って企画しましたっていう感じです。はい、見せてなかった。しゃべりばっかりになっちゃうんですよね。こんな風に2人が漫才をしていただいてます。左側が清須ヨネスクさん、右側が矢野正幸さんという俳優のお二人に今回漫才をやっていただきました。とっても面白いので、ぜひご覧いただけたらと思います。で、奥の方にもこう漫才の映像があったりと、こういろんなところにこう映像があって、そこで漫才が流れています。で、真ん中のこのホテルのような部屋がメインルームになっています。はい、ありがとうございます。で、そのトーク始まる前に畑中さんにも展示をご覧いただいたので、畑中さんからコメントの方よろしくお願いいたします。はい、すいません、よろしくお願いします。ちょっと確認し忘れちゃったんですけど、盗聴器に対して桃源郷ってどういう漢字書くんでしたっけ？ですね、盗聴器が盗むに聞くに、まあ、機械の機、そうですね、はい、で桃源郷は盗むに言うです。喋るじゃないか、言葉のことを書いて、はい、言うで機械で桃源郷って名前にする。ああ、なるほどなるほど、はい、言葉ね、言うね、そうですね、あなるほどなるほど、あそうですよね。ちょっと音だけ聞いてもよくわからないっていうねところがあって、なんかそれもちょっと作品のテーマと少し似てるなと思ったり、なんか今瞬間したんですけど、なんとなくその音だけ聞いてるとその意味が通じないみたいなことがあって、盗聴器に対して桃源郷ってオチが見つからないなみたいな状態でちょっと説明を聞いてたかもしれないんですけど、でもなんか今お話を聞いてたら、まあ、さっきその説明も作品を伺いながら視点をいただいてたんですけども、もうちょっと分かったような気がしました。で、それでなんていうのかな、ちょっと思ったんですけど、漫才をこうビデオで流したりとか、ああいうこう室内を模したインスタレーションみたいな感じで展示されてるんですけども、
なんとなくあの、ま、なんて言ったらいいのかな、その漫才と客室っていうのが実際のところあんまりつながらない要素だったりするじゃないですか。でそれでああやってこうちゃんとそのこうしっかり客室のようにしつらえてあって、ベッドまであってみたいな中で、あの漫才のビデオが流れてるのをこう体験したりすると、でそれでいて説明でもおっしゃられたように、その何を聞いてるんだろうみたいな、その何を聞いてるのか分からなくなるみたいな瞬間ももちろんあって、なんとなくその環境漫才みたいなあの言葉がちょっと浮かんだと、環境音楽じゃなくて環境漫才みたいな、なんかそのアンビエント漫才みたいなこう考えがちょっと浮かんできて、すごく面白かったんですけど、あそうかこれアンビエント漫才かみたいな、まあ、もちろん漫才の、ね、漫才師が自分 の, さあの漫才アンビエントって言われてどう感じるかってちょっと分かんないんですけど、微妙かもしれませんけどね。ただなんかあの作品の中の漫才を見ていると、あの掛け合いの中 の, その言葉同士がなんとなくそのなんて言ったらいいんですかね、こうちょっとその 聞き方によってはオチをその誘発しない振りみたいなあの感じもあって、でそれってなんかいかにその落とさないかみたいな掛け合いっていうのもありえるんじゃないかなと思ったり、つまり何を聞いてるんじゃなくて、その何を言わんとしているのかをずっと回避し続けてるみたいな、なんかそういう漫才っていうのもあんのかなみたいなちょっと思ってて、でそれで例えばそのこれネタバレしてもいいですか？あのいいですよね。あのその客室から客室のその室内から出て、そのバルコニーみたいなそのところに出てると別なモニターがあって、つまりそれって何かっていうと、そのカメラワークのアウトテイクみたいなあのものになってると。でそれって何かっていうと、例えばテレビなんかで漫才を映してるときに結局カメラはオチを求めてあのスイッチングされてるっていうか、だなんで例えば、まあ、場合によっては振りがわけわかんないんで途方に暮れてる顔をずっと映すみたいなのもあるかもしれないんだけど、前編がそうってことはありえなくて、でもあのそのモニターは言ってしまうとずっとその振りに対してのリアクションを追い続けてるカメラっていうのがあるっていう、まあ、ちょっとこれネタバレになっちゃうんですけども、あのそれを見てると余計にね、なんとなくそのこうアンビエント漫才的な、まあ、さっきそのこう潮騒っていう話をされましたけど、まあ、まさにそのどこにも着地しないし、なんとなくそのどこに向かうともわからないようなリアクションとか、そのそのさまよってる感じっていうのはまさにその潮騒聞いてるみたいな、こうあのどこにたどり着くかわかんないような、まあ、それこそその島民がそのあの海に流れていくみたいな感じじゃないけど、なんかそのどっかこう途方もない、途方に暮れるみたいな、途方もないじゃないですか、途方に暮れちゃうみたいな、そういう感じがちょっとあって面白いなと思って拝見してたんですけど、ちょっとその漫才っていうところに引っ張られすぎかもしれないんですけども、もう一つそのなんかこう今回そのテーマノイズだっていう話があって、でちょっと最近そのインスタレーションアートの、あの書かれてるでしょ、あの翻訳っていうか、そのなんていうんですか、説明を補足した方がいいですか。そうですね、ちょっとお願いします。あのウェブ上で僕が最近こう継続して今年やってる活動っていうと大行なんですけれど、海外のインスタレーション論が、日本語でインスタレーション論の本ってあんまなほとんどないんですよ。で多分一冊も本ではなくて、で海外だと例えば有名なものだとクレアビショップとか、あと日本に全然紹介されてないんだとドイツにいるレーベンティッシュっていう、こう学者とかが結構インスタレーション論の本書いてて、それをちまちまこう日本語の訳を手元で作って要約をして公開してるっていうのがありまして、その話をあの紹介していただいたんですけど、はい、でその中でなんかあのちゃんとそのサウンドインスタレーションっていう項目もあったりして、でその中でそのサウンドインスタレーションについて割とこう的確に書かれていて、あのまとめられてあったので、まあ覚えてるんですけど、それで今回のちょっと
展示を見たら、まさにそういうことだなっていうのはちょっと分かったっていうか、まあ、それ何かっていうと、そのインスタレーションっていうのがこう、体験の何だったっけちょっと今正確に思い出せないや、経験の経験の美学です、ね、経験の美学っていうものだっていう話があって、でその中でそのサウンドっていうのはそのものとしては存在しないんだけども、その観客がね、その観客がその空間の中でどういうふうに例えば自分が移動したりして聞こえるものが変わるかとか、そういう自分固有の経験に基づくものを引き出すっていうね、ような話があったと思ったんですけど、でもまさにそういうことだなと思いつつ、なんかそのもう一つはそのもう一つのレイヤーがあって、でそこにそのなんかコミュニケーションみたいな、ディスコミュニケーションかちょっと分かりませんけども、そういうレイヤーがあるなっていうふうに思ったと。でそのディスコミュニケーションっていうのは、そのなんか言葉が会話の成立してるのか成立してないのか分からないんだけども、でもなんとなく成り立ってるように見えてしまう雰囲気みたいな、まあ、その雰囲気っていうのがもしかしたらアンビエントっていうところとつながっていくかなっていうのを今喋りながら思ったりしたんですけども、なんかそういう漫才なんでしょうね、漫才空間みたいなのがあるとしたら、そういうすごくアンビエントなもんだなって思ったりして見てたんですけどね。でそれでちょっとその失礼みたいなものがあることによって、何かこうもう一つなんだろうな、ちゃんとこう、うん、音だけの展示というよりはそのインスタレーションとしてのフレームを与えられてるなっていう感じがして、だからちょっとそのインスタレーションというフレームとサウンドインスタレーションっていう考え方っていうのがなんかうまく合致した感じで実現されてるなと思って改めてね、ちょっと今いろいろこう今日話す前に仕込んできたこととかを実際にこう見て実作を見て考えたこととかをちょっと今合わせてみて喋ってみたんですけど、そんな感じで合ってますかね、合ってるかどうかその答え合わせじゃないんだけども、大丈夫ですか、ちょっと今僕時間をあんまりコントロールしてないんで。そうですね、落ちっていう話がちょっと前半の話になっちゃうんですけど、それが結構面白いなと思って、僕が去年に展示した、スローアクターっていう名前の展示をちょうど去年の2月くらいにやってたんですけれど、それが、どうやってこうその展示の内容を鑑賞者っていうのは分かっていくのかとか、あといつか帰るわけじゃないですか、それの時にはこの展示見たなとか、この展示大体分かったなと思って帰るっていう、その分かったってなんだろうっていうのが結構ありました。その畑中さんがこうなんだろう、言いたいこととかって初めに話したと思うんですけど、フランス語で言いたいことってボワール・ドゥ・ディールって言って、それ意味ってことなんですよ。誰かが言いたいことが意味になるだったら、誰かがオチをつけたいときはそれ誰が言いたいことなんだろうって思ってて、で本当は鑑賞者がそれに何かオチをつけて帰らなきゃいけないわけだったりするんじゃないか、でも本当にそうやってこう何かを伝えてオチがあって終わりっていうのの、とは違うモデルを考えられないかなっていうのがここ1年半くらいの関心にありました。それはさっき話したような、例えばこう閉じこもってて誰かも連絡してない中でこう緊急事態ですって言われたら、そうか緊急事態かって中で自分でオチをつけて腑に落ちてしまうみたいな、そういうことに対して、じゃあ違うこう語り方とか違う聞き方っていうことができないかっていうのは、その、まあ、すごく抽象的な話ですけどありました。でその時に、インスタレーションの話も多分これつながると思うんですけれど、こうアイツトリエンナーレにあったホーツーニエンの作品を思い出してたんですね。ホーツーニエンの作品はこうざっくばらんに話すと、愛知県豊田市にあって古いこう喜楽亭っていう古い建物の中でこう戦中の思想とか、小津安二郎とかのこうその頃のこう思想とか、小津安二郎の映画とか、あとまあ特攻隊の話とか、こうたくさんの映像で流れてたんですよ。でそれがだん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 見ていくのなんかつながってるように感じていくんですよね。なんかここの戦中の思想が三家の思想になって、でその三家の思想っぽいことが小津安二郎の墓にもなんか書かれてるっぽいよみたいなことがどんどんつながっていくんだけれど、
なんかそれをつなげてなるほどって思ってるのってどこにいる誰なんだろうっていうのがすごく気になりました。でその時に意味を誰が作ってるんだろうっていうのがこうすごくインスタレーションの問題だなと思って、それってあの内外の問題だと思うんですね。内と外の問題だと思ったんですよ。自分の分かってるものとして内に入れるか、自分には分からないものとして外に出すかっていうインスタレーションの空間の話だなと考えていて、それが3月にコロナでこう閉じ込められている時に、あ、これは自分の内側と外側を無理くり決められてるんだとか、あなたは今緊急事態の国にいますよとか、あなたはこうですよって自分の内側外側を決めるっていうことがあって、じゃあその内側と外側の曖昧な領域って何だろうっていうのがやっぱりノイズとかでしたね。あのこうずっとそれから音を聞くってことにすごくこう関心があって、たくさん話すと長くなっちゃうので1個だけ話して、あの例えば、20世紀とか19世紀の前にスピリチュアリズムが流行ったと思うんですけれど、あの時の霊媒とかがこう、まあ、霊媒をメディウムって言いますけど、こう誰かの声をこう聞かせるわけですよね。でこう霊媒の高齢会に来た方に、あなたの亡くなったお母さんの声がこう聞こえますよって言ってこう聞こえるっていう。でやっぱりまあ霊媒のうち詐欺で捕まった方がいるんですよ。こうやっぱり自分は詐欺してましたと、霊媒って言ってトリックでしたって言った方がいて、でもその霊媒を法廷で弁護したのがその高齢会に来てた人だったって、自分は確かに亡くなったお母さんの声聞いたんだって言って弁護してるんです。でも霊媒本人は自分は詐欺でしたって言ってて、このねじれがすごく面白いなと思って、信じたいところにものが聞こえて、そう聞こえたいところにこうそれが聞こえてしまうっていう、聞こえることと欲望と自分の内側外側の曖昧さっていうのが今回まあインスタレーションみたいな、まあ、どこから聞こえる音っていうのを、ね、信じればいいのか答えればいいのか無視すればいいのかっていう、まあ内と外の問題、インスタレーションの問題なのかなと思って、考えていました。でこんな感じでお答えになってるんですかね。まあちょっとあの いろいろなんていうのかな、あの僕最初の振りで聞けなあの盛り込めなかったことがちゃんと入ってたなと思って、あのすいませんでした。あのさっきの、ね、クルーズ船の話ね、クルーズ船をあのまあ、そのなんだっけあの船の名前は、ダイヤモンドプリンセス号、ダイヤモンドプリンセス号をの船室だと客室だということですね。僕はあのよく自分あの建物の部屋を模したり間取りを参考にしたりするんですけど、うん、今回はあのダイヤモンドプリンセス号の公式サイトに載ってる部屋を見て、こうホテルってこのくらいだとか言ったりして、あキングサイズベッドってあの端っこに座ったら2メートルくらいでちょうどまあソーシャルディスタンスの感覚なんだとか、うん、そういうことを思いながら、間取りが持つこう内と外と人の距離をこうどうやってコントロールするかみたいのはインスタレーションデザインとかには結構活用っていうとあれですけれど、うん、あの参考にしてますね、うん、だからなんかそのベッドにの端に座ってじゃあみんな聞くみたいなことがこう絵面としてあったときに、まあ、ベッドの周りにみんなこう距離保って座ってるみたいな絵面になるわけですよね。でそこからこう歩いてなんかその離れていこうとすると、まあ、だんだんその声もちょっと分かんなくなって聞こえなくなっていって、割とあのなんていうのかな、こうちょっと指向性があるようなないな感じのスピーカーでもあったから、そのベッドの下にこう寝たりしたらよく聞こえるんでしょうけども、まあ、少し離れると、だから逆にさっきあのモニターにこう近づいてみようと思ったらあの話が聞こえなくなっていって、つまり漫才師の振りあの手振りとね身振りを見ようとするとあの意味が聞こえなくなるっていう現象があったりして、それも面白いなと思ったんですけど、こうよく見ようとすると聞こえなくなる、でよく聞こうとすると振りが見えないみたいな、なんかそういうあのなんていうんですか、どっちかを取るとだから合計ゼロみたいなね、そういうあの感じもあって、ちょっとあのなんて言ったらいいですかね、僕はこう総合的に言うことはできないかもしれないんですけども、それはあのちょっと作者の方から言ってもらうとして、そういった細部 その作りっていうのは なんとなくこういろんなこう細部がありえるなっていうふうに思って見てたんですけど、まあ、さっきのちょっとあの話戻すと、あの霊媒師の話ってすごく面白くて、
嘘ついててもその人が信じれればそれでいいっていう話もあるじゃないですか。例えば詐欺師でもそれがね、その人がなんていうのかな、こう気分的に問題なければそれでいいんじゃないかみたいな話があって、逆にじゃあ本当にその霊媒師本物だったとしても、いやね、その何ですか、うちの親父はそんなこと絶対言わないはずだみたいなやつがいたら成り立たないですよね。いやそんなこと言うはずないとかって、お前嘘だっていうようなことだってありえるわけで、なんかそういう行き違いっていうのかな、その結局人は意味なんていうのかな、自分にとっていい意味しか聞こうとしないから、それが実際にその本物だとしても信じたくないというかな、嘘か詐欺師か本物かっていうのではなく、信じたいか信じたくないかみたいなところで判断してしまうっていうようなところもあるかもしれないなと思って、まあ、ちょっとそれと、ちょっと今僕もさまよってますけど、今ねさまよっちゃってますけど、なんかそういう、なんて言ったらいいですかね、多分なんだろう、その体験する人も作品を体験する人も、もしかすると何かすごくこう直線的なオチをね持って帰る人はもしかしたらいないかもしれませんよねいやこう言ってあれなんですけど、いやむしろそれが正解かもしれないし、何かこう逆にあれを見てパッと、あこういうことか分かったって言えるかって言ったら、何か言えないんじゃないかなっていう気もしていて。いやもちろん一言でじゃああれなんですかって言ったら、これこういうことでこういうことでって言えるかもしれないですけど、ただなんか作品体験的にはそれこそその経験という意味で言うと、なんかいろんなその側面があっていいんじゃないかなっていう気もすると。だから一つにはこのコンペが始まった頃にあった出来事っていうのが一つモチーフになっているっていうのもやっぱり作品の中の重要な要素であるし、それがきっかけになっているという、その起点になっていることは間違いないわけで、その中からどういうふうにその空間っていうものを捉えていくか、でそれがしかも音響空間であるみたいなことですよね、まあ、ノイズって言ったらいいんですかね。だから何かまあ、なんて言ったらいいんですかね、そういう意味では今もね、その情報ってノイズに満ちてるからもちろんそのノイズではないかもしれないですね。例えば今日の感染者数は550人ですとかって言ったら、それは確実に数値として確かなものなんだけど、まあ、場合によってはね、その信じたくない人もいるかもしれないし、今もやっぱりこうコロナ関係って混迷してるじゃないですか。例えば検査に対しついてだっていろんな意見があるしさ、その500何人というのが多いか少ないかっていう問題だって、人によっていやそんなインフルエンザ何人死んでんだよみたいな話もあるわけで、その人それぞれの人の捉え方がね、数っていう確実にそれでしかありえないような意味を持っているものでも全然違うわけですよね。なんかそういう意味では感染者数なんていうのもすごくノイズに満ちてるなっていう気がすると。だでも数自体はその変わらないんだけども、逆にそれを捉える僕らがね、その捉える側がノイズになってるなっていう気もしていて、すごくなんていうのかな、ちょっと、ね、落ち着かないですよねそれで結局ね、あ僕が喋ってますか、今回ねこういう形でこう開催するとかさ、いろんな形でこう影響を受けてるじゃないですか、こういうね業界もね。だから、まあ、そういう意味ではなんかこの状態っていうのはすごくこの状態自体が本当にね、なんていうかこう大変落ちがないですけどね、この状態自体がもう落ちないような状態なので、なんかすごくある意味ではなんかこうこの時期にしかこの時にしか作れない作品だったかもしれなくて、例えばそのノイズだとかさっきのアンビエント漫才かとか知りませんけど、そういうコンセプトだけでももしかしたらできたかもしれないけど、でもそれが今展示されることによってもう一つ別のレイヤーが
ついているっていうか、そういう感じもちょっと受けましたけどね。すみません、僕が喋っちゃったんで、なんかあの最後に話の話をつけるっていうのは、僕はあのテレビコーダーで大好きなんですけど、やっぱりアーティストがすごく喋るような時代だと思うんですよね。特にオンラインでもむしろ喋りやすいし、勉強会もされてるし、無数にインタビューとか、アーティストステートメントとか増えてる時に、やっぱりアーティストの一人語りっていうことに、どうやってそこで相対かっていうのは、多いですけど、こう気をつけていくかっていうことは、やっぱり今音量入ってなかったかもですね。アーティストの一人語りになってしまうステートメント、どうやってこう誰に伝えるか、意味を伝えるかっていうことに、どうやってこうノイズを差し込んでいくかっていうのはすごく考えています。だからこれを僕がこうやって言っちゃうと、こうアーティストがアーティスト語りについて言ってるみたいなメタ落ちみたいになっちゃうんですけれど、そうですね、じゃあ最後になんか違う話をして終わろうと思うんですけど、今年の、キングオブコントの1回戦に空気階段っていうコンビが出てて、こう霊媒師が登場するんですよ。霊媒師が登場して、おばあちゃんの霊を呼び寄せてほしいんだけど、なんか近くにあった FM ラジオをずっと受信して、ずっとわけわかんない話をしてて、それダンプカーだよ、いやヤリイカだよ、ダンプカーだよ、ヤリイカだよ、何その話みたいな感じで終わってるのがあって、なんかそれを見た時に、あ、なんかやられたなと思ったんですよねって話で終わろうと思います。はい、ありがとうございました。そうしました、続きまして、権平千尋さんと森岡美希さんによる企画、声になる前について、お二人よりお話しいただきます。よろしくお願いいたします。権平千尋です。森岡美希です。よろしくお願いします。私たちは、1階の方で、声になる前っていう展示をしています。で、今回共同っていう形で、一緒に企画をやったんですけど、本来は私たちは個々に作家として、別々の実践を持っています。森岡さんは、空間とものがその人のコミュニケーションにどういうインパクトを及ぼすかっていうことに関心を持っていて、私はグローバル社会においてその他者っていうものがどうやって作られていくのか、語られていくのかっていうことに興味を持って、制作をしています。で、今回声になる前っていう企画をやろうと思った発端っていうのが、私たちは友人としてこう作品の意見交換とかをしていたんですけど、その時に、お互いその興味があることとかやりたいことっていうのはちょっと違うけど、でもその言葉の不確実さとか言葉の曖昧さ、あとは言葉が持つ拘束力みたいなものはその共有のキーワードとして持っているよねっていうことで、じゃあ一度その一緒に制作を通してこの問題を考えてみようかっていうところが、この企画の出発点です。この企画は恋になる前という企画のタイトルがついてるんですけど、恋になる前っていうものがどういう状態を指すかっていうことを説明をしようと思うと、恋になる前っていうのは、私たちがこう話すものやことを誰にでも分かる言語に変換してこう人に伝える以前のことについて考えてみるっていうことで、そういうふうにして考えて作品を模索しながら作っていたんですけど、声っていうのは私が今話しているこの声も、私が今何を話そうかっていうことを頭の中で考えて、あるいは感じて、でそれを言語に変換して声にして届けているっていうことなんですけど、声っていうのは、声や言語っていうのは、小さい頃、幼少期とかに自分の声として語ってはいるんですけれども、幼い頃お母さんや育ててくれる人や環境の声や言葉、その人が使っている言葉を音声的に真似て、それを使用していく中でその使用方法や言語の持つ意味に気づいていくっていうプロセスがあります。なので、自分の言葉として使っているものっていうのはもともと誰かの言葉かもしれないし、そういうような状況にある中で、そういうことを考えながら制作をしていたんですけど、それとあともう一点は、私と権平さん、2人で制作をしているんですけど、言語的なコミュニケーションをもちろん行いながら
話したりとかするんだけど、するんですけど、私が考えていることを言葉にしてゴンペイさんに伝えて、ゴンペイさんはその私の言葉を脳みその中で理解して、まあ、回答してまた言語にして私に返してくれるっていうプロセスを踏みながらもちろん作るわけなんですけど、そうしたその言語っていうものがそもそも自分たちの育ってきた環境に起因するものだとすると、同じ言葉を話していてもその意味内容っていうのは微妙に違ってくるっていうことにだんだん気づいてきました。でそこで私たちはそれを大きな言葉としてこう鳴らして企画というか展覧会を作っていくっていう方法ではなくて、まあ、少しのギャップやこう衝突みたいなものをそのままにしながら、まあ、共存するような形で、まあ、作っていくことはできないかということで、まあ、作っていった感じになります。でちょっとじゃあ具体的に、まあ、展示のことなんですけど、まあ、今これが展示風景で、まあ、構成としては共同で作った、まあ、インスタレーションが、まあ、メインで1点あって、それから、まあ、お互いに、まあ、言葉っていうキーワードでつながる作品を、まあ、個々に、新作と旧作を1作ずつ出しています。で今回はインスタレーション、共同の、展示室、ごめんなさい、展覧会の声になる前っていうのと同タイトルのインスタレーション声になる前っていうのにを説明すると、まあ、制作のプロセスとしてはまずその着想の段階でとにかくその言葉に関することっていうのをいろいろ話しながら、それと並行して2人で1枚の同じ紙を共有してドローイングをしていくっていうことをやりました。でこのドローイングは特にこう絵作りとかっていうことを一切考えずに、とにかく相談せずに2人同時に描き始めて、まあ、そこからそのどういう絵が出来上がっていくかっていうのをお互いによくわからないまま、でもその相手の対面で座ってる相手の手の動きとかこう息遣いみたいなものをこう無言で指しながら作って絵が描いていくっていうドローイングをやりました。でこのドローイングをやってる最中に、まあ、ポロッと森岡さんがその私昔子供の頃にテレパシーを使ってほしいって友達に言われたことがあるっていう、まあ、話をして、じゃあそこからその、まあ、テレパシーって言語を使わないコミュニケーションだけど、まあ、確かめる時には言語がいるよねっていうことで、まあ、そこからこうどういうふうに、まあ飛ばしていこうかっていうことで、まあ、彼女のその個人的な思い出の語りっていうのから始まる映像で、そこからそのテレパシーの歴史っていうのを調べて、まあ、大岩さんがさっき、スピリチュアリズムっていう心霊主義とか霊媒っていうのをおっしゃったんですけど、ちょっとすごい偶然ものすごくリンクしてびっくりしてしまったんですけど、テレパシーっていう言葉も19世紀後半に、まあ、生まれた言葉で、この、まあ、テレパシーという言葉を作ったマイヤースも霊媒をすごく信じていて、まあ、彼も、まあ、亡くなった恋人の声が聞きたくて晩年まで霊媒師を、まあ、呼んで高齢化に参加してたっていう人なんですけど、まあ、そもそもこの時代がその科学と魔術っていうものがものすごく曖昧で、むしろその科学は魔術から生まれたんじゃないのかみたいなところから、じゃあ科学ってなんだろう、魔術ってなんだろうっていう話をしていくと、やっぱり語りの問題になるのではないかっていうところに、まあ、行き着いて、まあ、その問題っていうのを、まあ、映像で語っています。であともう一つ、そこから少し派生して、同年代に、同年代の女性の、まあ、ペインターでヒルマ・フクリントっていう女性のペインターの、まあ、彼女の実践っていうのにも、まあ、触れていて、彼女もチャネリングをしながら、まあ、巨大な高さ3メートルある絵画を、まあ、彼女の場合はチャネリングをして精霊に仕事を委託されたと。で自分は寺のためにまあ、ペインティングを描くって言って193も巨大なペインティングを描いた女性なんですけど、彼女の作品はまあずっとそこにあったんですけど、どうしてもその、まあ、先ほどお話しして、まあ、オカルトの文脈からは多分触れられることはあっても、その例えば抽象画の歴史とかっていう大文字の美術史には今までそのあまり乗ってこなかった。でそれがその近年ホワイトキューブって呼ばれるような美術館で、まあ展示がされるようになったということで、その、まあ、作家の
実践を説明する、まあ、語りであるとかその、まあ、確かさみたいなものを考えるっていうことで、まあ、その3つの構成になっている映像を作っています。でもう一つその映像と対話をするように、スマートスピーカーのアレクサを、まあ、置いています。でこのアレクサは、まあ、いろいろその、スマートスピーカーを試してまあ、スマートスピーカーってやっぱり人が言ったことをすごく時宜通りに解釈して回答していくっていうことでその先ほど森岡さんが言ったその、まあ、2人の間にある微妙なズレとかギャップを時につないだりまたは攪拌したり全く違うことを言ったりとか、まあ、やっぱりアレクサも精度がの問題があってこう毎回同じビデオを流してアレクサを喋らせてても回答が毎回この違うとか時に聞き間違えたり聞かなかったりするみたいな部分も含めて一つのインスタレーションになっています。ありがとうございます。それでは畑中さんお願いいたします。はいありがとうございます。ちょっと最初に素朴な疑問なんですけど日本語のタイトルが声になる前で英語がUntil I hear my voice なんですけどなんか別なことのような気もしていてつまり声になる以前と英語だと声になるまでになっちゃうのでそれは何か意味があるのかなっていうのをちょっとお聞きしたいんですが2人の会話でその言語にした時にやっぱり隠されてしまうモヤモヤがあるそのやっぱり誰もが分かりやすい形に置き換えた時に思考自体は多分もっと流動的でこう捉えがたいものだけれども、まあ、簡素化されてしまうっていうそのプロセスの中でその私の声を聞くまでにあったものっていう意味で Until I hear my voice っていうふうに英語のタイトルはつけました。なんかさっきの、漫才じゃないけどずっと非言語コミュニケーションをやっていてでそれで作ってるんだけどで結局どっちかが意味わかんなくてこれ何ですかって言ったら負けみたいなそういう話じゃないですよねそういう話じゃないよね。まあ、いや冗談ですけどすいませんまあちょっとつまり言語化するつまりその声になる前のことを扱うか、声になってしまうところまでギリギリまでやるかみたいななんかそういうちょっと意味のズレみたいなのも感じられて面白かったんですけどなんていうのかなその中心になっているのはこの作品ですよね。これをその制作されて、まあ、その他にそれぞれ単独で作られた作品があるっていう感じでなんていうんですかねそれぞれの別々の活動されてたアーティストが今回初めてその共同制作をするっていうことで今回の作品ができたっていうところですごく面白く見たんですけどあそうかこの映像とあとドローイングですよね。でそのドローイングなんですけどなんかこうやって見ると2人で描いたような感じがしなくていやパッと見るとですよまあなんでかっていうとそんなに絵面がそんなに違わないような気もするというかある種統一感があるみたいなところがあってまあ、なんていうんですかこう2人じゃ別々な作風を持ってるアーティストだとしたらじゃ一緒に絵描き始めるかって言ったらこれは、まあ、もちろんお互いそれぞれの人が見たら分かるかもしれませんけどこれはどっちの方これはどっちの方みたいなね、まあ、そういう2人がなんか一緒に描き始めてなんか一つの絵になったっていうプロセスが見えてくるような気がするんですけどもなんか、まあ、それこそチャネリングでもしたのかっていう感じぐらいに似てるなって思ってなんか似てきちゃうもんなんですかね。これは描いている時にくるくる回しながら描いたりとかしていたのでヒッチがいろんなところに飛んじゃうっていうのはまず一つあると思う個人のヒッチがいろんな画面のところに飛んでいるっていうことが一つあるのかもしれないっていうのと、うん、ドローイングをする時に結構コンペイさんがさっきあの言ってたかもしれないんですけど絵画的にどう、まあ、落としどころをつけるかみたいなことを、まあ、全く考えないように手癖とかそういうグネグネした形とか、まあ、なんかちょっと気持ちいい線とかそういうふうに描いて
行くっていうことを考えていたから、なんかちょっと似ていたりとか、というか後からついてきたそのテクニックとかそういうものがあるとしたら、そういうものがあんまりそのここには反映されてないっていうのはもしかしたらあるかもしれない。それはその絵を描くように、そのなんていうんですか、絵を描くことを身につけていく中で、その自分のものになっていくテクニックみたいなものが出ていく、出てくるあの余地があんまりないということ。出てこないような、うん、あの気持ちで描いていた。ああ、なるほどね。という感じかもしれない。逆に私は多分あの私あの絵の教育とか受けてないので、その手癖しか多分私はなくて、うん、だから多分あのそれも実はインスタレーションの中で2人で描いてる映像っていうのをずっと撮っていて、まあ、それが、動画で、あ、ごめんなさい、ビデオで流れるので、うん、見ていただくと意外と描くスピードとかあの違うっていうのもあるんですけど、うん、あの多分私はその例えば森岡さんが描いたものとかを多分ちょ無意識にだけど真似てみたりとか、多分彼女も意外とそういうことをなんかやってみたものがあったような気がして、こう似てわざとわざとっていうか、それも多分ほぼ無意識 でそこもなんかもしかするとその言語習得にちょっと似ていて、やっぱりその書き方っていうのもある種ディシプリンっていうか、そのまあ表象の言語ではあると思うので、いかに書くかっていうことももしかすると無意識ではありますけど、今ちょっと言われて確かに真似て書いていたっていう感覚が自分には残ってるかもしれないっていうのが、なんかね、こう無にならないとできなさそうです。さっきの話とつなげていくと、あの小津安二郎の墓にはあの無って書いてあるんですよねもう関係ない話ですけど、ちょっとあの小津の話が出たんで、小津安二郎の墓に墓碑名が無っていうあのなんですけど、すごいですよ ねまあでもあのなんていうんですかね、こういうものって例えば何でしょうね、音楽の即興なんかでもそうかもしれないけど、自分が身につけてきたものを一切捨てなきゃ、捨てるっていうことをあのが前提になってるっていうのかな。で、それが例えば普通のなんていうんですか、その、アドリブみたいなものとの違いだっていうことなんですよね。あのジャズなんかで、ジャズも即興ですけど、あの普通一般的なジャズは即興でアドリブで演奏すると。なんだけど、そのアドリブっていうのはどっかしら例えば誰かある演奏者 その特徴みたいなものがあの現れてないと実は喜ばれないみたいなところがあると。だけどその一方でこうインプロビゼーションなんて言われるものっていうのは、あの何かであってはいけないみたいな、常に新しい自分であるっていう、まあそんなの無理だっていう言い方もあるんだけど、常に新しい自分になってやってると。だから経験、それこそ経験的に得た何かこう演奏の仕方、あこういうもんだったら絵の描き方みたいなのを一回全部クリアしてそこに臨むということになるので、まあさっき言ったのはその二人のこう絵の違いとか出てこないんですかって言ったのは、まあある種こうちょっと引っ掛けみたいなところもあって、あのない方がない、ないならないでいいんですよ全然ない方がいいとも言えて、あなるほどそういうことかみたいな、みんなこうあの2人で無になって最初からもうゼロからあのそれこそこうテレパシーであの書くみたいなことでも全然いいんですけどね、もちろんそう言っていただければ全然あの何の問題もないことなんですけど、ちょっと聞いてみましたっていう感じなんですが、まあ、でも何て言うんですかね、そのこういう言葉になる、言葉とかそのある種こうリズムで語っていくようなものじゃなくて、なかなかそういうふうに落とし込めないものみたいなものをどう扱うかっていうあの考え方っていうのは結構面白いなと思っていましてね。なのであの何でしょうか、最初のそのテレパシーみたいな話じゃないけど、なんつったらいいかな、それで言うとごめんなさい、ちょっとお話戻しちゃうけど、その無っていう話で言うとね、ごめんなさい、あのその一番無なものって何かって言ったら、あのアレクサは一番無だと思うんですよ僕はね。だそういう意味ではそのこう
ま、完全なこの無の象徴みたいなものっていうのに最終的にこう答えさせるっていう、まあ、それはこの作品のインスタレーションの一つのオチなのかもしれないんですけども、まあ、そこはちょっとこうあの全体の中でね、一つこう僕の中ではオチと感じたっていう部分なんですけど、あの先に言っちゃうとそこがこうオチに感じたと。だからその2人でその言語とかそういったものを返さないでね、そのじゃ何をやろうどうしよう、まあ、もちろんそういう話されたかもしれませんけど、作る時に当然されてるんだと思うんだけど、そうじゃなくてその何かこうそういったあのこう理屈で落とせるようなものじゃないプロセスを使ってその作品を作っていくっていうようなこう、まあ、例えばこういうものがあの意味するものっていうんですかね、まあ、そこにはそのさっき言ったあのこう形式的にしか答えられないものっていうのもあるわけですね。だからあのアレクサの答えっていうのが結構あの面白くて、何でしたっけ、あの人が死んだらどうなるの、人が死んだらどうなるのっていうところで、あのその死そのものについて語るっていうのもあれば、あの死んだ後本当に具体的にどうなるみたいな話もあって、なんかそういう答えのそのなんて言ったんですかね、こう何でも答えちゃう感じっていうのがそのある意味では面白いんだけども、そのある種のつまらなさでもあって、なんかそのただそういうものでだけで作品が作られているとしたら、なんかすごく作品自体つまらなくなるんじゃないかっていう気もするんだけど、あのなんこうなんていうんですかね、そのさっきのスピリチュアリズムみたいな話とこう結びつけていくことで、ある種のこうドキュメなんて言ったらいいんですかね、作品その映像作品自体は一つのこうドキュメンタリー化してるっていうか、ドキュメンタリー的なものになっていて、そのある種のこうスピリチュアリズムに言及しながらね、なんかそこその一方で、何かそういうものをすごくあの対象化して見せてるなっていう感じはちょっと受けました。つまりそこに距離を持ってるっていうことですよね。なんだけど、例えばその森岡さんのあの床の作品とかね、ああいうものとかを見るとやっぱりなんかそのある種のそれはスピリチュアリズムじゃないんだけども、ある種のこうスピリチュアリズム、つまり刷り込みみたいなものっていうのはすごくそれがこう意味するものを具体的に伝えなくても、そこに意味っていうものをあのそこに意味っていうものが伝わっていくんだなっていうことをちょっと思ったというわけですね。それはなんかその例えばさっき その数理的なその関係の中でできた空間の中にいると、まあ、そういうものがあのこう感覚的に分かってしまうと。であのそれはもしかしたら言語化されてないんだけども、その感覚的に分かっちゃうわけですよね。そのこういう比率でそのできているとか、そのこういう比率で並んでいることはすごくあの気持ちがいいとかね、なんかそういうあのものが感覚的に体得できるんだけど、でそれってでも実はあのいやもちろんそれ言語化されてるんだけど、でもそれをその小さい頃からそのそういう空間の中で育つと、それがあの内面化されるっていうかね、それはなんかその感覚として身につくみたいなところがあるのかなっていう、まあ、さっきの説明を聞いてて思ったんですけども。なんかだからそういうあのスピリチュアリズムっていうのは実はすごくあの言語化されたものの中に、それはあの厳密なスピリチュアリズムとは違うと思うんですけども、なんかそういうあの言語化されないものと言語化しないものとね、言語化されているものっていうのは実はその同じかもしれないんだけども、全くこうあの違うように捉えることもできるなっていうのはちょっと思ったんです。というなんかすいません、なんかあのさまよってしまいましたけども、 そんなふうに思いました。でちょっとそのそれぞれの要素のねこう結びつきみたいなものっていうのはあのすごくあの感じれたんですけど、あの個別の作品もそれぞれ新作なんでしたっけ。1点ずつ新作で1点ずつ旧作、2点出していて、新作と、旧作を1点ずつ出して。ちなみにこの服はどういうものなんでしたっけ。これは私の作品なんですけど、これはタイトルは私
ではない女性のための私の服っていうタイトルで、まあ、手前の映像作品の、私が服を作る時っていう映像作品ともある意味リンクしている作品で、まあ、これはもう少しその、まあ、コロナの問題に触れてる作品ではあるんですけど、まあ、日本で、暮らしているスウェーデン人の女性の方と知り合う機会が昨年末にあって、で彼女は妊婦さんだったんですけど、まあ、スウェーデンに帰って産むんだっていう話をしてたんですけど、あれよあれよとコロナがアウトブレイクして、結局国に日本から出てしまうといつ今度戻ってこられるかわからないので、まあ、日本で出産することにしたっていう女性と、出産予定日まで半年くらいずっとこう話をしながら、出産のこととか、まあ、そうでないことも含めてその自分の体の語りがたさっていうものから、まあ、コロナ禍においてその、まあ、管理される体とか、まあ、あとは特に最初の方でその体とか病気のことを、まあ、軍事的なメタファーを使って各国の結構首相とか大統領が、まあ、語っていたっていうのがあって、その軍事化されるまあ体っていうもので、その体をいかに語るのかっていうことを、まあ、考えた作品なんですけど、まあ、そこでそのじゃあ他者の、まあ、マーサさんは、マーサさんごめんなさい、スウェーデン人の女性の方はマーサさんっていうんですけど、私はその出産経験がないし、しかも日本人で、彼女はこれから出産するけど何が起こるかわからないということで、彼女の気持ちはどんなに言葉で語り尽くしてもらっても多分私には理解できない、でもやっぱり彼女を理解したいと思う、しようとする、じゃあどうやって理解するって言った時に、じゃあ彼女のために服を作ろうっていう、服を作るっていうのはやっぱり体を考えるっていう行為だと思うので、まあ、そこで服を作って、まあ、そこに、まあ、防水加工、これもまあ19世紀末の手法なんですけど、まあ、ワックスを塗って、ごめんなさい、コットンにまあワックスを塗り込んで防水加工するっていう手法をまあ模して作った服で、まあナイトガウンですね、パジャマですねを作って、で、まあ、実はその防水加工っていうのはやっぱり便利なので家でも使えますけど、同時にその実は戦争の歴史とすごく深く関わっていて、まあ、マテリアル その進歩っていうのは必ず多分暴力の歴史とともにあるっていうのがあるので、まあ、そこでまあ軍事化される身体っていうことで、まあ、複数の意味を込めて作りました。なんか確かにそれを着る人の、ね、ため着る人のことを考えてその服を作るとすると、その人の気持ちになるっていうのかな、やっぱり一つのある種のこう共感みたいなところを感じないと作れない部分はありますよね。特にこれを誰が着るっていうことを特定されてるならなおのことを、なんかそのすごくこう共感がないとその人の、ね、ためにこうならないっていうか、その人はじゃあどういう状態でどういう気持ちでいるかみたいな、でそれをなん、まあ、どうするかちょっと分かんないですけど、 なんとかこうするっていうところでこういう服を作るとするなら、まあ、そういったこう共感みたいな姿勢っていうのはすごく重要なんだろうなっていうのは思いますけどね。うん、あとちょっとね、僕もさっき下で伺ったんですけど、さっき の机の話もちょっとしていただいた方がいいかもしれませんね。はい、机は私の盛岡の方の作品、新作なんですけど、私はもともとその物や事象みたいなものがどう人間にこうアクションしてくるかみたいなことをよく考えて作品を作っているんですけど、今回のその机で、まあ、これは机、畳まれた状態の机なんですけど、まあ、自分でもう畳まれてもう存在することをもう決めて、まあ、存在している机というものがもしあったとしたらどういう机になり、それはその人間がそれを見た時に、まあ、作品として見た時に、あるいは物として見た時にどういうふうに見えてくるのかということが興味があって作った作品なんですけど、これは今畳まれた状態なので、まあ、磁石を使って自分でこうピタッとくっついてるんですけど、この磁石を取り外してたりしてあげると足が開いて天板が開いて、まあ、また元のテーブルのような形に戻るんですけど、また磁石をこう取り付けてやると、まあ、キュッとしたまた形になって、もう机としての機能は、まあ、放棄されるみたいな、そういうその
うん、まあ、私は人間なので物の立場にはどうしたって立てないんですけど、うん、机、まあ、こういう机を作ってしまうけど、でも机の気持ちはわからないけれども、まあ、なんかいろんなその絵本とかそういう話の中で机が喋ったりとか椅子が喋ったりっていうことは人間の想像の中では起きていることなんですけど、でもそれがその実際に真剣に やってみたりしようとするとすごくおかしなことになったりとか、まあ、あまりなんかこう実用的なものではないので理解されづらいものになる、まあ、その状態がすごく面白い、まあ、自分にとってはすごく心地よい場所というか、その誰にもまだ見つけられてないかもしれないポイントとして、まあ、こういうことをやっているって感じです。なんかもともとこれ机だって言われて、あ、椅子じゃなかったんだって思うぐらい実は結びつかなかったんです。実は僕自身見た時にで、まあ、これ机か椅子座るのかと思ったみたいなぐらいに、これは椅子なんじゃないかと思ったりしてたんですけど、でも実際にそのなんていうんですかね、さっきのその内と外みたいな話があったじゃない、その内側、その自分で思っていることと外からこう意味付けされることのこうギャップみたいな話があったと思うんですけど、まあ、これなんかもまさにそうで、例えばこれって畳まれた机ってあんまり思えないなと思ったりしたんですけど、そもそもがね、だけど実際にその畳むこれが机であると もともと本来机であるとしてみたなら、それがこう机として機能するっていうのは実は外側から与えられたものであって、じゃあ仮にそのままでも机の形のままでも内側から見たら机として見なくてもいいかもしれないですよね、その形としては。でそれって機能とかその意味として外側から与えられてるから机になってるんだけど、そのもの自体からしたらどうでもいい話だったりして、でそれってその畳まれてるとかその椅子机のまんまだっていうこととはあんまり関係がないんだけど、でもこういう畳まれた状態になってるっていうことがまさにその意味みたいなものを強化しているなと思いましたね。だからそういったそのオブジェクトっていうのは常にその内在するもともと持っている意味と外側から与えられた意味っていうのがあって、それがこう人間の世界ではその意味とか機能とかの方でそのものとして存在するんだけど、もの自体にとっては別にどっちでもいいんですよそんなのへったくれもないんですよ。でそういう意味で考えるとこれがまあなんかすごくこうある種のこうなんていうのかな、意味をこのそれこそ言葉とかそういうものになる以前のオブジェクトっていうかな、そういう現オブジェクトみたいな風にこう見えてくるなっていうのはちょっと思いました。っていうところでいいですか、すみません、これ全然落ちてないですね、この第2秒すみません本当にすみません、ちょっとお時間の方がだんだん来てしまいまして、ちょっと時間が来てしまいましたのでここで一旦止めさせていただきたいんですけれども、コンペイさんと森岡さんは、12月12日にアーティストトークを行いまして、また展示の詳しいことをお二人からお話しいただける機会があります。こちらの予約受付中ですのでぜひお願いいたします。で翌日12月13日大岩祐介さんのバカンスでもゲストの方と一緒にトークイベントをされていただくんですけども、こちらちょっとすでに予約で、ね、満席になってしまっていますので、配信を大岩さん予定されてますのでまたウェブサイト等で告知をいたします。この後ですねちょっと時間来てしまいましたので質疑応答の方はちょっと飛ばさせていただいて、あ、いいです。で、作家の皆さん会場にこの後もいらっしゃってくださいますので、個別に質問等ございましたらぜひお話しいただいて、作品の方も2回1回でございますのでゆっくりとご鑑賞いただいてください。でですね、オープンサイトのパート1ではですね、本日ご紹介しました展示に企画に加えてこちら3階のスペースでイベントを行います。ドット部門のパレイドリアンと、バック&フォースコレクティブによる企画
こちらそれぞれ予約受付中となっています。その間にですね、クロエデランヘという統括推奨プログラムの展示もございますので、ぜひこちらにも、お越しいただければと思います。ではちょっと時間が過ぎましたので、以上をもちましてオープンサイト5の、オープニングトークを終了いたします。大岩さん、森岡さん、権平さん、ゲストの畑中さん、ありがとうございました。展覧会は19時まで開館しておりますので、ごゆっくりご覧いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。